はい、おはようございます、はい。おはようございます。前はこれ、サーチ、うん、サーチ GPT って呼ばれたんじゃなかったかなと思うんだけど、そうなんですよね。わい,いや、ね、名前変わりましたよね。<で> <G> 名前変わって、いや、最初気づいてなくて、ずっとサーチ GPT だと思ってました。ね、GPT、うん、チャット GPT サーチという名前が正式名で変わって、もうこれみんな、うんうん みんな使えるんですかね僕もその使いたいですというウェイティングリストに申し込んでたんで、だから許可されてるのか、うん、それかもう、あのプラスユーザー、お金払ってるユーザーだったら、もう誰でも使えるようになってるんですかねあ一,一応課金してるユーザーと、あ,あとウェイティングリストみたいです。あ、はい、あ、あそうか、課金してなくてもウェイティングリストに載ってりゃ使えるということなれでれば そう申し込んでれば無料ユーザーでも使えるんです。うん、あな,るなるほど、なるほど。まあ、僕も有料に変えたんで、あのうん、全然使えるなという感じはしますけれども、はいはい、いつもはね、いつもはあれですよね、僕がジャーナリストの視点をさっきお話しして、それからあの遠藤さんがエンジニア視点であの解説してくださるんですけど、今日はまずどんなもんかみたいな触ったほうがいいのかなと思うので、うん、まずはエンジニア視点、遠藤さんから話していただいて、それ僕が世の中どう変えるんだみたいなことを、うん。うん お話したいいかななと思います結構ねどううんだろう前えっとこれからじゃあサーチ GPT 出しますよという時は結構話題になってなで話題になったかというとこれ google に対抗するんじゃないということで話題になったんだけど今まだそういう視点なのかな今もう対抗するのは当たり前でしょみたいになってんのかその辺のちょっと世論の。 動きがちょっとまだ分からないんですけど、あんまりみんなもびっくりし,してないかもしれないなと思うので、ますまずエンジニアの視点ということで、このチャット g p t サーチってどんなものかっていうのと、あと、このちょうど同じタイミングで、Google も出してきたんですよね、このグラウンディング機能っていうの。 これなんかぶつけてきたわけでもなさそうですね、なんかいろいろ調べていると。たまたまっぽいた、ね、たまたま,たま,たまぶつかったみたいな感じで、なんだろうアンソロピックとぶつけないようにしたら、グーグルとぶつかっちゃったみたいな、うんうん、<laughs> なんかそんな裏話がどっかで見ましたけどあそうなんですけど。なんで、せっかくなんで、ここら辺、チャット GPT サーチとグーグルの安さとパープレクシティも。 合わせて、ちょっとどんな感じ違うのかな、はいね、ちょっといくつか試してみました、はい、ということで、でも公式のブログとかもあるんですけれども、はい、一旦ちょっと物を見た方がイメージ湧くんじゃないのかなということで、はいはい、ちょっとやってみます。で これやり方はなんかこれはこれはあれですよね、G、チャット GPT サーチの方ですよね。あそうですね。これはまずチャット GPT サーチですね。はい、で、ここにのこのアイコンですね、ウェブを検索ってやつを。あ<れ>このこ。これを触るとサーチになるわけですよね。だからこれはチャット GPT か。そう,ね、そうですね。これはチャット GPT ですね。うん、これ触るとサーチになるということですね。はい。でこれを あのまあ、よくこういうのがありがちなやつですね、その旅行のプランを立てるという、これで初めてないのに家族で旅行します、6歳と4歳の子供がいます、車で移動できる前提で一発かの旅行プランを提案してください、はい、これ、個人情報流してるんじゃないですか、ひょっとしてこれ。え、これ、うちの情報とはまた微妙に変えてますよ。うん、あっ、微妙に変えてまかったてうらみいいな思ってしま,います。はい はい、でこれを見ると、1日目午前には鉄道館に行き、名古屋公園館を食べて、午後、水族館、これけ、結構キツキツですねこれどうなんですかあの、いや、こんなうちの子供たちに興味ないよみたいな、そんな感じなんですか。 私のセレクションはばっちりなんですけど、ちょっと慌ただしい,慌ただしい感じがしますか。なるほど。感じはしますね。あまあ、気けなくはないけれども、ちょ,ちょっと疲れるかな。<laughs> そんな感じはします。あ<の>まあ、はい、ありっちゃありですね。まあ、でも、ここにはその遠藤さんが方向音痴だという情報が入ってないですよね。<laughs> そうですね。<laughs> それが、そ,ね、それぐらい入ってると、もう少し読みましょう、みたいになりますけどね。<laughs> <laughs> で、2日目午前に東山動物園で、これも、 なかなかハードですね。行けなくはないと思いますけど、午前中動物園に行って、午後からレゴランド、まあ行けなくはないですね。まあちょっとレゴランドどんだけ何時間行くかみたいな。まあレゴランド高いんで、レゴランド行くんだったら、1日使いたいなって気はします、ねはい。なるほど。あ、これ一応このじゃらんとか、これ載ってますけど、はいはい、この検査、情報源ですね。あ,あ、なるほど、なるほど、なるほど。 こういう情報源をもとにこれを提案してますっていう。うんうんうん、まあ、パワープレクシティがやってたことと、まあ、同じような感じでやってるって感じですかね。うん、えこっちが、あパワープレクシティですね。はい。これも同じ質問ですね。はい、同じ質問をして、こう、プロサーチすると、これは。れやっぱりちょ、ちょっと時間かかりますよね、これ、ね、パワープレクシティの方ね。そうですね。これはどういう手順でやってるかも全部入れてます。ね、そうですね。うん、段階的思考というやつですかね、これがね。これだと、午前中に名古屋条件、で午後から東。 動物2日目は行けてないです <laughs> 午前中、レゴランドに行って、午後から水族館に行くっていうのは結構盛りだくさんですもんね。 ね、だいぶ詰めてきますね。レゴランドだけで1日でいいんじゃないですか、普通はね。普通はそうですよね。まあでもこれ見てもまあ似,似たような、出てくるわけです、はい。僕ずっとパープレクシティ使ってたじゃないですか。昨日、今日とちょっとだけ、えー、とチャット GPT、サーチのもを使ってるんですけど、はい、答えが早いですよね。サクサクっと出てくる。うん、で、あのー、パープレクシティの方はあの段階的思考できるんだけども、あれ、外付けの、うん、なんかソフトウェアのプログラムかなんかで。 段階的に試行してるのかやってるので時間ちょっとかかりますよあ以前はそんな気にならなかったんですけどチャット GPT の方がサクサクっと答えてきたのでやっぱり瞬間的に答えてくれる方がいいかなとか思ったんですけどこれってやっぱりあれですかね できたことで、えー、っとこういう外付けじゃなくて段階的思考が中で行われるから早いとか、うん、そういうことなんでしょうかね。多分そうじゃないですかね。これあのパープレキシーのやつってまあそ,、うん、そもそも多分あのチャット GPT、OpenAI の API みたいなのを使い。うんうん そのどういう手順で考えるかみたいなやつはそのアルゴリズムで、まあ、手,手でロジックを書いてある程度制御してると思うんですよね。そうでだから、うん、使ってる LM 自分たちで LLM を開発してるんじゃなくてその時々の一番 性能の高いのを選んで使ってて、クロード使ったりとか、うんえー、GPT 使ったりとか、いろいろその時々、一番性能のいいのを使ってるみたいなんで、だから全、ま、部、あ、外付けですよね、こういう段階的思考っていうのは。ねうんうん、だから少し時間がかかるのかなとか。チャット GPT の方は、見るとちょっと仕組み書いてあるんですけど、うん、これ専用になんか学習させてるみたいなんですよね。ここですね、はい、仕組みと次に何が起こるかか、はい、O1 プレビューからのの出力の抽出 をを含む合成成デーーータ生成技術を使用して後トレーニングされた微調整バージョンですこっちょっとよくわかんない感じですけど、ここ開くと、これ、モデル上流なんですよね。OpenAI、はい、の出してるモデル上流っていうのは、大きいモデルの出力、こういうふうなものを入れたら、こういうふうに出しましたっていう、この入出力のセットをもとに、もうちょっとちっちゃいモデルをえ学習させるみたいな、ね。 そういう仕組みなんですけれどもなんかこれもこれを見る限り O1 だから論理的思考ですよね、はい、段階的思考これだとここで人間がある程度、うん、こ,うこういう手順で考えてやってくださいねって段階的思考をある程度プログラミングしてると思うんですけど、はい、これを見る限り O1 を使って段階的思考を、うん させてそのこういうい結果ですね、うん、結果を出してきた、うん、まあそれを合成データにして、で、えー、と学習させてるみたいなことは書いてありますね。あとで、横かさんのパワー出てくるんですけど、拡張機能を入れるとデフォルト検索できるみたいな。まあとでちょっと話しますけど、喧嘩売ってますよね、これ、はい。ですよね。これちょっと、<laughs> あ<の>後でちょっとじっくりと話しましょう。はい、じっくりここ行きましょう、はいはい、でこれ 同じタイミングで、この Google ですね。Google も Gemini API と Google Air Studio が Google 検索と連携を実現ということで、はいこ。これなんか英語だと見出しがちょっと変わってきますよね。 グラウンディングという言葉が入ってくるんだと思うんですけど、日本語になるとグラウンディングが抜けちゃいますよね。で、グラウンディングというのは、えっと、機能の名前じゃないのかなと思うんだけど、グラウンディングウィズ・グーグル・サーチ、これが機能の名前ですよね。はい。大文字なんでね。はい。だから、グラウンディング機能と呼ぶべきなのかな。これは何かというと、これで似てようなことできるんですよ。これ、あ、これ、グーグルの AI スタジオ。これ誰でも使えるんですかなんか、エンジニアとしても。誰でも無料で使います。無料で。 えっと、サイトにアクセスすれば、はい、使えるということなんですかあそうです ?Google AI Studio で検索して、であとこの Google とアカウント連携させたら、誰でも無料で使います。なるほど、なるほど。はい、これすごい便利ですよ。自分これ今一番使ってるんですけど、普通にこれ200万トークンと使いますし、Google、はいえっと、も1000ページぐらい読める。<じ>ジェミニとか使わずにこれを使ってるんですかエンドさんは普通のジェミニは全然使わなくて。あ、そうなんだ。ジェミニ使う時は こっちですね。AI スタジオで,で。これは、あの、ジェミニ、ジェミニプロとかいうのあるじゃないですか。ジェミニプロが載ってるんでしょうね、多分ね。あですね。いや、これ、ジェミニプロ指定できるんですえ。<ー>これ、今、かなり便利で使ってますけどね。 ジェミニプロで確かお金払わないと使えないんですけどね、一般の。ああのそれがね、無料で使えるんですよ。ねそれここの AI スタジオを使えば、めちゃめちゃ裏技ですよね、うん、それ。うん、そうなんだ。僕も Google にお金払ってるんでね、いろんなことで、だからうん、うん、それで Google、ジェミニプロ勝手になっちゃうんですけど、うんうん、もしお金払わなくていいんだったら、こっちの方がいいですよね。いいです。これ、本当に動画とか、ガンガンやらされる。あ、そうなんだ。 これの場合はここ,こで、うん、このグランディングってやつをオンに、はい、オンにしてこやるとグランディングオンにするとどういう意味なのあこれ検索キーのオンにするああーそういうことかなるほどなるほどじゃあこれがないと最新の情報は得られない<あ>ということですねなるほど、はい、なるほど これだと、1日目レゴランドで遊び尽くす。名古屋の当地ホテル荷物を預けレゴランドジャパン。をちゃんとレゴランドで1日, 1>, 1日遊ぶ。ね、1日遊ぶ。これ、これの方がまっとうですよね。これいいですね。これまっとうですね。レゴランド行った後、水族館ってないでしょう。ヘトヘトになっちゃうじゃないですか。ですよね。<laughs> で、2日目に、えー、お、モンキーパーク。お、いいですね。この <laughs>、名古屋に限定せずに、ちょこっとだけ足を伸ばしてモンキーパークに行くっていうのを。なるほどね。なるほど。いいですね。この犬山城とか入れてもちょっと。 親もちょっとだけ。 ここ結構いい感じの街並みなんで、親もちょっとだけなんかこうカフェとかに行って休めるみたいな。ちょっと嬉しいみたいな感じですね。え。午後にちょっと食べて、まあまあ、その他のオプションで、これもしかして一番いいかもこれなんでなんですかやっぱりさすがにやっぱり Google 検索を使うといいということなのかなどういうことなんでしょうたまたまかもしれないですけど、まあそうですよね。まあ、もともとジェミニーすごい頭いいんですよ。もともとかなり思考力あるんで、なんでこれ見た感じ、やっぱりちょっとパープレクシー出遅れたか ななみたいな感じはありますねそうなんですねそうんでパワープレクシティお金払っててめちゃめちゃ使い倒してきたんですけど、うん、本当そうですねこれ、うん、これでできるんだったらもうパワープレクシティいらないな結構解約する人がどっと増えるかもしれないですね,、うん、ねあとこれはあの API 機能なんで、うん、これをもうプログラムの中で実行できるというか、はい、もう自分のアプリの中で連携できるようになってる OpenAI、はい、のこの GPT サーチはちょっと とまだっぽかったんであの、アプリに連携するんであれば、ジュだったらすぐにできるかなっていう感じで、うん。なるほど、なるほど。じゃあ,あの、オープン AI がサーチ機能を載せてきたことで、グーグルやばいんじゃないとか、みんな思ってるのかもしれないですけど、うん、全然グーグルの方がいい感じはしますけどね、うん、今見たのがしますけどね、いいね全然グーグル安泰だな、うん、みたいな感じはしますけどね。うん、ただあの、マーケティング的にね、オープン AI の方はちょっと。 のの喧嘩ああるというかあのマーケティング的に大々的にサーチとかいうの前に押し出してきてじゃあ、グーグルがこのえっとグラウンディングを押し出してる方そんなことないですよね、僕もあんまり知らなかったのでやっぱり本家のグーグルキーワード検索の方から人が少なくなると困るからということなのかもしれないですけどもね。だから機能的 技術的にはもう十分対抗できてるんだけども、マーケティング的にはやっぱり失うものが多い Google、うん、の方が大胆にマーケティングできないみたいな、うん、そんな感じですかね。Google の方はもうちょっとだけ仕組みを出してきてくれてて、プロンプトを打った時に、はい、あ、ここプロンプトですね、プロンプトごとにその検索機能を使った方がいいかみたいなやつをなんかね、うん、内部で判断するみたいな、えー。なるほど。<laughs> でもこのボタンについての詩を書いてくださいであれば、はい うんうん、これ別になんか知識、別にいらないじゃないですか、その知識。なんで、これは0.13だから、検索はほぼいらないだろうな。これ、1日かいほど検索がいるって話ですね。2歳向けのおもちゃもまあそこまでは必要ない。うん、で、アジア風若者のレシピとかだと、検索してもいいけど、十分。 じゃないかで、ここのエージェントブルーーなんですか、エージェントブルーーで設置領域はどのように請求されますかとかだと、ちゃんと検索したら、ねうん、そうですね、引用,ど引用元の情報を知りたいですね、これだとね、適当なこと言われたら困るので、ね、そうですよもう最近の f ングランプリ優勝したら誰ですか<あ>とかだと、必要だから、うね、もう確実に分ります。オープン AI の方って、あれですよね、うん、検索って最初に自分でするかどうか決めるんですよね。あ 検索ボタンを押しますから、ね、まこもグランディングオンオフはありますけど、うん、でもグランディングオンにしておいてもこれが機能するんだったらああそうそうオンにしてもこれだったら、うん、必要ないことだったら必要ないのは検索しない,しないですよね。API だとこの式位置を自分でセットできて、デフォルト0.7なんで、うんうん、ここは0.7以上だったらあの検索を使うという。検索を使う。ああ、なるほどね。うん、あこっちの方がでもどうなんだろう。えっと、もうサーチを押して、うん てしまうと検索に絶対行ってしまいますからねオープンエアイの方はね、うん、これはグールの方はグラウンディングを押しててもう google 自体があのサーチす検索すべきかどうかを検討してくれるのであ<ー>まあ答えがオン、ね、にして他についての紹介とか、うん、検索してますかどこでわかるんですかあ,あ<ー>そうかそうか。横に横に出るからな、ね、いじゃなくて検索しちゃいました、ね、確かにあーなるほどなるほどオンにすると必ず検索しますよであ こっちでちょっとグラウンディングをオンにしてボタンについて足書を書いてくださいっていうふうにすると、ああ<ー>、書を書いてくれますね。検索しないで。検索しないですね。やっぱオープンエア、うん、これオンにすると必ず検索するのかもしれないですね。そんな感じがしますね。なるほど。いや、Google 結構いいな。いいですね、これ。まあでも一般の人はチャット GPT サーチを使いそうですね。話題になってるんで。うん、僕も ずっと、えっと、Google AI Studio 使おうと思ってなかったんで、教えてもらったんでよかったですね。これからこれ使おう。はい、あ、でもこれ、これも検索します。なんか引用されておおーいや、検索しないと言いながらも。そうだ、引用ついてますもんね。丸々パクってる感じでもなさそうだな。はい。なんかまあ参考にはしたんでしょうね。じゃあ、やっぱり検索はしたんだ。これの 公式のの例でで検索しないいってて書ある謎すねテンパラチャー触ったからじゃないテンパラチャーを触るのかなどっかをほらなんか設定できるとか、それはそうか API にするときだけですかここでは触れないんですかねどの程度だったら検索するか。ああ、ダイナミックリトリブル。0.3になった。これ何だ ?0.7 に変えれば検索しないですね。さっきも確かこれ3ぐらいだったんじゃなかったですけど。そうですね。さっき0.100。やっぱり検索してますね。 <で>全然違うのが出ましたねでで。検索はしてないですね、確かにね。検索してないですね。あそっか、そっかなるほど、ボタン、これは高く、うん、ここのセッティングを高くしたから検索しなかったけれども、うん、あそっか、ボタン,ボタンの詞、うん、に対する置しか良くなかったから、うん、検索したんですね。検索することで、ボタンの詞の勉強をして、もう一回出した、うん、これもう一回、しきっ下げて、もう一回、あこれはなんか。検索してないですね。うん あしてるわこれ検索しました。やっぱちょっと検索するとそれっぽくなるんですね。うん、これ全然あれな感じですけど。ちょっとね、変な感じででも確かに、うん、ボタンの詞ってどういうのがあるのかなっていうのを知った上で書いた方がいいのってそうですね。こっちどうなんだろう。もうこっちオンにすると、あ、でも自分で書いてない。ただ検索してるだけですよ。チャット GPT を。うん、検索してるだけで。 オフにすると、うん、なんか、微妙なボタンの話を出してくるんで、やっぱなんか Google の方がいい、<laughs> そうですね。はい。いや、いいの教えてもらいました。僕ちゃはい、これでチャット g p t サーチばっかり使うようになるんじゃないのかなと思ってたんですけど、Perplexity、うん、これ解約かなやばいですね、Perplexity。やばい。はい、でもこれ API なんで、Google がなんか対抗して Google 検索にこれ載せてくるかもしれないですね。うんそうですね これで、ちゃんと引用して、こうです、みたいなところはい。はい、なるほど。はい。じゃあ、ジャーナリストの視点で、チャット GPT サーチはどういう中を変えるのかということなんですけど、うんうん、次お願いします。もう答えはもう出ているので、これいつぐらいのやつだったかな。えー、っと、6月ぐらいに出したやつかな。この、うんうん、えっと、アルティメータ・ーキャピタルっていうのが発表してるやつなんですけども、うんはい、えっと、このグラフの上の方がキーワード検索。まあ、Google、Google 検索ですよね。うん、それで、途中から点点点,点,点ってなって、 っていうのはこれ予測なんですけども、あのはい、下がっていきますよ、利用されなくなっていきますよという話で、うん、下でぐっと上がってきている青いやつの点点点点かな、緑か青いかな、の点,点点点点っていうのは、これは AI の方ですね、チャット GPT とかそういうものが利用がどんどん増えてきますよということで、はい、もこれは、えっと、業界の人間はほぼほぼこうなると思ってますよね、うん、だからキーワード検索っていうのは、これが大変じゃないかということなんですが。うん まあ一般の人はちょっとやっぱりキーワード検索、グーグル検索がダメになっていくというのはちょっとニュースなのかもしれないですけど、業界的にはこれが割と常識と思われてますということですね。グ、うんえーグルが何と言ってるのかというと、グーグル検索の80%には広告が表示されてないので、それほど痛手ではないと。こんなこと言われても強がりに聞こえてしまうのでね、<laughs> とも分かんないですけども。うん、あとは、このアルティメーターキャピタルの言ってる面白いことっていうのは、スマホ利用の。 69%は2分以下なんで、これがスマートグラスや、A、AI ネイティブデバイスの一回あるだろうと言ってね、だからまあ、あの、うん、しっかり調べるのは、えっと、パープレクシティか、えー、チャット GPT サーチか、それから今の、えっと、 今の Google はんていうやつ AI スタジオっていうやつですかね。GoogleAI スタジオああ、グラウンディング機能でいいんですかね。グラウンディング機能か。グランディング機能が API とか GoogleAI スタジオに搭載された搭載されたんで。あ、そうですね。じゃあ、グラウンディング機能に置き換わっていくんだろうなと。もうしっかり実際したい,、うん、したい場合はね。うん、それで弱小、えー、ウ,ウェブサイトへのアクセスが減っていくだろうということですけども、うん、収益モデルはまた不透明と。これは6月ぐらいの時点でそう言ってます。そんなことないこ,こ,これは。<laughs> あの チャット GPT の方に出ますよね、これね、一番下にこれ,これですよね、こ,のこ,こ,これのこそこでそれ,それ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 なんですこれ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 ,これ,これ,これ毎回出るんですよねこれ,これそういえば取得してなかったんで今この場で取得しましょうか、はい、取得してこれ全部れ Google 検索がこれに変わるっていうことですかその拡張機能として上に表示されるんじゃなくてど、うん、うなんですか、ね、ちょっと今追加これもういい、これでもう変わってるのかなもう クロームで検索すると全部チャット GPT になっちゃうんですかね。でも今チャット GPT を検索って出ましたもんね。あ、ですね。検索するとチャット GPT が開けましたこれ。これは喧嘩をってますよね。<laughs> <laughs> これはどうなんだろう。えっと Google がこの拡張機能を停止し,しようとするかな。それともそうするとえっと独禁法違反で政府から怒られるのかな。わ<ー>かんないですけど。ね、まあこれを。 Google 検索をチャット GPT に変える人って、本当にわれわれのような人間しかいないので、それほど一般の人はそこ、拡張機能を触ることはないかもしれないですけどもね。これ、なんだろう、普通のなんか検索だったらどうなんだろう。普通の検索って何ですか普通の検索、例えば分かんないですけど、普通にクエリ打ったらどうなんだこれでも、チャット GPT まとめては、情報源を、あこういう情報源をもとに、まとめてくれるんだ。 なるほどこれ、クローム、えっと、から Google のサイトに行って、そこで、そ,それで検索窓に。 質問したら、はい、Google 検索のままですよね。あのチャット GPT 動かないですよね。どうやって Google に行くんだろう。Google、URL を入れたらこうなるから、<お>これだったら普通になりますね。そうですよね。はい、Chrome の、えっと、URL を打つ窓のところに検索クエリを入れちゃうと、<れ>チャット GPT の方いっちゃうってことですか。Apple、はい、Intel、こう入れると、こうなりますね。あやっぱりチャット GPT 立ち上がりますね。立ち上がりますね。はい、うわ、これやばいですね。 <laughs> なかなかえぐいですね。これなかなかえぐいですね。これ多分今までもここの URL 打ち込むところの窓を別の検索、うん エンジンジ例えば Bing とかに変えることができたのかもしれないんですけど、まあ、Bing に変えても、ねうん、誰も Bing 使わずに Google 検索のままだったと思うんですけど、うん、そこがチャット GPT に変えられますよとなるとチャット GPT に変える人がめちゃくちゃ出るんじゃないかなという気がしましかもこれ裏側 Bing とそれ以外も使ってますというふうになんかアルトマンは言ってたんで、うん、ひょっとしたら Google 検索も使ってるのかもしれないですけども。も はい、な,んかなんかこれやったら Google 側が止め、はいまあ、アクセス止めてきそうです止めてきそうですね。<笑><笑>これはでもアクセス止めたら、ドキーフォン違反になるのかどうか、その辺もちょっと、<ー>これからなんか動きがありそうだなと、チャット GPT サーチが出たことよりも、このチャット GPT のすべての画面に Google 検索、 からこれに変えることができますよと言ってるところがそこがすごいなと僕は思いました。うん、ここが一番すごいですよねやっぱりね。えっと僕は思うにはまあこれからちょっとした疑問っていうのはまあパーソナルエージェントに聞くようになるんだろうなとも思,思ってで深くリサーチリサーチたいときはチャット GPT サーチかパープレクシティかまあそれプラス、うん、Google グラウンディングですね。うん、Google グラウンディングこれから僕使いそうだな、うん、はいになっていくと。そで企業は ジェミニ API と Google AI スタジオを通じてグラウンディング with Google Search を使うというふうに僕は思ってたんだけども API で使えるようになるので Google が g o ディング使うようになる可能性は高いですよね、うん、確かにね。そうですね。ま、ね、うん、まあ OpenAI もひょっとしたら API 公開してくるかもしれないのでこれはちょっと3番目はどうなるか分かんないですけども、うんえー、上の2つはこれからそうなっていくんじゃないのかなと。うん 思います、ね、で、パーソナルエージェントなんですけど、まあ、以前から話しているように、スマホ、スマートグラス、AI ネイティブデバイスがパーソナルエージェントになるでしょうということで、スマホに搭載されたチャット g p t や Google ジェミニーを簡単に利用できるようになると、今度なんか、えっと、新しい iPhone では、横に物理ボタンができたんで、カメラなんか撮るときにあの、AI に聞けるということなんだけど、あれもなんか、あの今まで資料を聞 使うような感じで AI に聞くという風になってくるのかなと思いますね。ちょっとやっぱりパーソナルエージェントを誰が取るかということで、まあスマホ持ってる Apple なんかはなんとかして、ね、自分 パーソナルエージェントでいたいと思うのでそれをやってくるだろうなと思いますし Google、はい、の方はもう自分たちのジェミニを押し通したいだろうから、はい、え最新モデルに物理,物理、えー、ボタンをつけてくるんだろうなと思いますね、うん、でそれ以外の、えー、とパーソナルエージェントどんなの方、まあ例版メターですよね、えー、発売が去年10月なんですけども予想を上回る需要があって、うん、70万台以上が出荷しているということですで限定版のクリアフレームモデルは当初の価格429円 ドルに対してて再販ででドル以上の高値をつけいるととうこ,とでこれファッション性も高いんでで、ね、レイバンと組んでるんで、うん、ファッション性も高いので結構人気ですよね。僕もあのアメリカでアメリカで買ったレイバンメーターをいろんな人に見せるとほとんどの人が買いたいと言いますもんね日本で発売いつですかとか言われるので,でもこれなんかそんなにまだ使えないみたいな感見えるんですけど<あ>なんでこんなに人気あるのかなメタ AI AI って、まあ、結構いい、AI じゃないですか。はい、メタがやってるやつなんで、これからどんどん良くなっていって。はい、で、えっ、ー、と、この間僕、ハワイに行ったときになんかバージョンアップされちゃったんですよ、ファームウェアが。はいはい、それで結構疲れるようになりましたね。まだ完璧じゃないですけどね。ユースケースがよくわかんなくて、何がでえ例えば目の前のものにこれ何持ってますかって聞くと教えてくれるとかね。この間なんか。いそまあそうなんですけど。えーと <laughs> 例えば、えー、とこの間、ポカリスエットを持ってて、ポカリスエットをこう目の前に置いて、はい、これ何持ってるって聞いたら、ポカリスエットです、大塚,大塚製薬だとかな、が作ってます。その場で、あ大塚製薬ってどんな会社とか、ポカリスエットってどんなこと海外にいて、なんか読めない。中国に行って何,はい、はい、何だか分かんないみたいな。それも、それもあるんですけど、あのうん、毎回、へい、メタって言わなくてよくなって。だからこれ、 最初はヘイメタ、これ何持ってるって聞いて、その後、どん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 質問できるんですよ。大塚製薬のことを質問したりとか、ポカリスエットの成分を質問したりとか。だからそれはめちゃめちゃ楽ですよね。ヘイメタという、ウェイクワードを連発しなくてよくなるので、どんどん聞けちゃうというのが一つと、それから今、遠藤さんがおっしゃったように、海外に行ってですね、あの漢字とか読めなかったら、言語が読めなかったら、これどういう意味と聞けますよね。だからそういう、そういうユースケースが一番じゃないかなと思うんですけど、まあ、これからめっ AI がどれぐらい進化していくるのか分からないけども、メタは AI っていうのはおそらくトップレベルの AI として進化し続けるだろうから、いろんな機能が乗ってくるでしょうね、うん、という感じですかね、はい、つけてる人が体験してるものを自動で取得するようになったら、な,なんか本当に役に立つようになるんじゃないかなと思うんですよね、えー、勝手にね、勝手に全部、あそうそう <laughs> 勝手に情報を取って、そこからそれがあると体験共有できるんで、かなりなんですかね。はいはい ちょっと忘れたことを聞いたり。 とか自分の代わりに振るるってくれてできると思うちなみにあれこの人誰でしたっけとかってできるんですかできないですね。うん、それはまだか。はい、はい。できるようになっていくのかもしれないですけど、まあいろいろそのプライバシーの問題があるのでね、遠藤さんのおっしゃったように、すべての、えっと、目に見えるものを全部情報として取っていったら、うん、AI がどんどん賢くなるというのはそうなんだけども、うんあの、プライバシーの問題どうよというところが出てきたりするので、そ,でね、そこはちょっと社会的な議論がこれから必要になってくるんだろうなと思いますね。でもまあ あの何らかの形でプライバシーの問題を解決しながら、遠藤さんのおっしゃったように、自分の情報をどんどん取っていって、パーソナルエージェントに向かっていくんだろうなという気はしますよね。はいはい、これはあのスマホよりもパーソナルエージェントになっていく感じはしますよね、だって、遠藤、うん、さんのおっしゃるように、目の前でも全部情報を取っていくわけですからね、それが許されるのかどうかっていうのはちょっと分からないですけどもね。はい、そのの次は、えー、とオープン、AI、開発中の AI ネイティブデバイスということで、サム・アルトマンと、それからチーフデザイナー、アップルの元チーフデザイナーのジョニー・アイブがね、共同で開発中ということで、はい、えと2023年9月ぐらいに出会って意気投合して、うん、じゃあなんか開発しようかという話を進めているそうなんですけれども、うんえー、アップルで iPhone や AppleWatch の開発に携わったエンジニアとかデザイナーが、 えと参加して今10人ぐらいのコアチームで応えしてるということですね。お<ー>でお金はですねえっ、ー、とジョブズの奥さん元奥未亡人から、うんえー、ローレンさんの 投資会社から出資を設けているということで、うんえー、年末までに最大10億ドルぐらいの資金調達を目指しているという話ですね。で、はい、これいつ、いつ発売になるか分からないということですけど、まあ、ガネになるのかな、いなのか分からないですけども、えっと、スマホよりももっと身近なもの自然、自然なもの、それから AI ネイティブなものを作るということで、まあ、これはちょっと期待ですかね。 半年ぐらい前かな、えーと、アルトマンのインタビューの中で、アルトマンは次のデバイス、まあ、一緒にジョニー・アイブと一緒に考えてるんだけど、思いつかないんだよねっやっぱりスマホを超えるものって思いつかないんだよねっていうのを、半年ぐらい前に言ってたんですけども、そのっ、えー、とで、ジョニー・アイブが資金調達するので、<laughs> 今、こういうことやってるよということをメディアに語ったんでね。だからメディアに語ったとということはある程度も 決ままったんだと思いますね何をするのか、どんなデバイスを作るのかっていうのがめどがついたんだと思いますね。だから、作ってくることは間違いないです。で、やっぱりジョニー・アイブなんで、えー、すごいものを作ってきそうな感じはしますけれども、ちょっとまだ分かんないですね。で、オープン a i とコンテンツホルダーの関係なんですけども、えー、ニュースコープと5年間の 契約を提携締結して、ウォール・ーストリート・ジャーナルやニューヨーク・ポストなどのコンテンツを使用する権利を取得しています、5月ですね。それからボックスメディアとかアトランティックとイーたメディア・カンパニーとは、これはなんかパートナーシップということなんですけども、コンテンツ使用権とどう違うのかちょっと分からないですけど、パートナーシップを結んでますと。 複数年間契約を結んで、v o g とかザニューヨー w y な,などのコンテストの使用権を獲得しているということ、これが今年8月ですね。あとは、はい、世界新聞協会と提携して128の報道機関に AI 技術を提供するニュースルーム AI カ,キャタカタリストというプログラムを開始しています。ということで、まあえー、メディア業界と一生懸命仲良くなろうとしているということですね、その一方、ね、うんうん、ニューヨーク・タイムズがオープン AI とマイクロソフトを提訴しているのは、もう去年ですね、2023年12月、うんうん、だからまあこうやって訴えられたんで、まあ、この訴訟は続けるけれども、他のところとはなんとか仲良くしようと思って、一生懸命提携するなり、えー、使用権を獲得するなりしてるみたいですね。 はい、であとはニューヨーク・デイリー・ニュースとかシカゴ・トリビューなどの8社の新聞社がオープン AI とマイクロソフトを提訴、これが今年の4月ですね、だからこうやって訴えられ始めたんで、この5月ぐらいからどんどんいろんなところを提携してるって感じですね。はい、で、えー、個人の作家もですね訴えていって、それがえー、っと2023年7月ですから、最初は一番早い訴え がこれですね、個人から訴え、うん、個人の坂から訴えられて、でもこれ、判決が出ていて、オープン AI 側がほぼほぼ全面勝利だそうです。これ、なんで勝てたか知ってまわ、まあ、かんないんですけども、まあ、あれですよね。うん、あの がいろんな人のことを学習しているしそにもネットに公開しているということは利用していいということでしょうという考え方だと思うんですよね日本の著作権法もこの考え方であの、うん、学習には使っていいですよみたいなその方が AI 賢くなって社会が発展するのでという考え方で日本の法律は著作権法を AI 側に寄ったんですけども今またでも事務者なんか反発してるみたいですけどね日本がだから一番その AI 寄りの 法律あったんですね、うん、それで、えー、ルカン先生とかが大絶賛してましたですけどね日本っていうのは AI を進化させる条件が整ったみたいな大絶賛してたんですけどもまあでもコンテンツホルダーの人たちはいやいやそんなのダメだみたいなのが起こってるという感じですからねでオープンエマドンのそれをあのお金を払ってその関係修復しようとしているという感じです、はいはい、次のページでじゃあパープレクシはどう出てるのかというとパープレクシティは、うん えー提携まあ、7月から、ね、提携してますけどあの、ライセンス料を払うというんじゃなくて、広告収益の一部を共有する取り組みですね、レベニューシェアをやってるんですね、これやっぱり、あのそんなにオープン a アほどお金持ってないからなのかなと思いますねだかから、えっと、成功報酬型とね。 それを進めてるということですね。これどういうことですか、ね。パープレクシーが広告の。って広告の。あ、載せていこうとしたりしているんですよね。<ー>あの、えっと、利用料と、それから、うん、えっと、広告。本文のところには、広告は絶対載せないと、僕、こ、今年。パープレクシーの C. E. O. が日本に来た時に、ちょっと話聞に入ったんですけれども、絶対その本文のところは。うん 広告なんかを入れないみたいなことを言ってましたですけども次追加質問するとこあるんですよね一番後ろ、る一番下の方に行ったらここデレイテッドですよね、うん、ここのところになんか広告主のものを出していきたいなみたいなことを言ってましたなるほど a 何、えー、ですか、うん、これは近社中央校長で食べるグルメは何ですかのところが例えば名古屋のえっと世界の何でしたっけ えと世界の山ちゃんので食べるグルメは何ですかみたいなのを <laughs> 追加するとかね<ー>広告のマークを入れて、はい、そんなふうな形で広告を出していきたいというふうな話はしてました。えーはい、ということで、まあ、広告収益の一部をレベニューシェアするという。 こととを進めているといるう感じでですねであとはまあ同じように報道機関に対してチャットボットを利用し、提供してです、ね、自分の,のサイト上でいろいろ質問を答えるようにしたらいい,やい,いと思いますよみたいな感じのことを提案しているということです、そんな中でやっぱり訴えられてますね、ダウ・ジョーンズとニューヨーク・ポストから訴えられ、今年10月訴えられたばっかりですね、でニューヨーク・タイムズは、えー、と使うなと、無断使用するなということを10月に、えー、停止通告書というのを送付したということですね。ですからまあ,あのちょっっとやっぱり めめ始ててきてるので、えー、広告収入を一部上げるからさみたいな感じでは新聞社は納得しない感じですかね、えー、それからあとはやっぱり個人サイトからユーザーのコンテンツサイトへ流れる感じがあるかなと思いますねニュアメリカではレディットツイッターが人気で今回あのサンマ・アルタマンとかオープン AI の幹部がレディット上で「AskMeAnything」という はい、AMA という、何でも聞いてというね、チャットだったんですけど、何でも聞いてというのを開催してましたですけども、だからまあ、あの情報サイトとして、レディットっていうのは、2チャンネルみたいなサイトなんですけど、もっとなんか、えっと、結構真面目な議論がされている。 という感じがしますかねにチャンネルに比べるとねツイッターなんかもまあ割とえっ、ー、と研究者であるとか、えー、それから企業家であるとかそれから、えー、広報文なんかも発表文なんかもあの自社サイトで発表するよりもツイッター上で発表するみたいなことが増えてきてるのでそういうなんかえっ、ー、と自由に発表できるようなサイトになってきてますねそれが日本ではあまりないという感じですかねでインフルエンサーたちはやっぱり youtube で発表するということが結構 てきてい。 という感じですこれは日本も同じですよね日本もやっぱり我々もやっぱりこんな YouTube 動画に力を入れてるっていうのは、うん、自分たちのサイトとかツイッターなんかにも YouTube の方が影響力今はあるだろうなと思ってるので、うん、YouTube でやってますけどもね、はい、でその結果個人サイトとかブログってあんまり見られなくなっていくというそ,のそういう傾向が出てきていると思いますで日本だとそのレディットのようなものないし、えー、YouTube でも発表したくないしという個人はどこで情報を発表すればいいのかということなんです 日本だとノートに発表する人多いですよね。ですからノートっていうのが例えばオープン AI とかパープレクシーと提携していくのかなという気はしますね。<ー>はい、という感じで、えー、っと個人サイトっていうのはどんどんなくなっていって、うんえー、ユーザーのユーザージェネレイテッドコンテンツっていうんですか昔10年ぐらい前だったら、はいはい、そんな言い方しました、はい、ですけどユーザージェネレイテッドコンテンツのサイトの方に移っていくような。 気はしますね、うん、というのが、チャット GPT サーチだけじゃなくて、この検索機能が乗ってきた AI チャットボットですかね、うん、AI サービスが今のネット利用をどう変えるかっていうのをこんなふうに変わっていくんじゃないのかなという話です。はい、以上僕、私の方からはこんな感じですが、エ戸ドさん、何か感想、コメントがありましたらどうぞ。<laughs> そうですね、まずはこのバーですね、これがどのぐらい体験として変えるのかなっていうのそれすごいですよね。 はい、ただ、結構検索スマホでやることも多いんで、スマホは、ね、多分まだ入ってないですよね。入ってないですね、まあ。なんで、でも確かにパソコンで調べ物するときって結構がっつり調べたい需要があるんで、そうですね、これでデフォルトにして、どのぐらい体験が変わるのかなっていうのは試してみようと思います。楽楽っちゃ楽ですよねその, Google の AI スタジオにアクセスするという手間が一つ省けちゃうんでだから Google がここのところ Google グ,グ,グラウンディング乗せてくれば僕はもう。 そのまま使っちゃいますけどね。そうですね。ねう,んう,んうん、うん。ここに、こう、選べたらいいですね。どっちでやるかとかした。そうです、ね、これ、グーグルここグラウンディングのステックの可能性ありますよね。このままだと、本当全部、じゃ、と G. P. T. 持っていかれそうな感じがするので。そうですね。結構グーグルの、この、この、動きが。気になるところですね。すねはい、ということで、はい、今日は号外ですね。<laughs> はい。あの、収録していましたということで。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。